長光寺は、茨城県小賀市尾崎にある新言集という山派の寺院。道楽山、地蔵院とゴ須上浄和10年に、無前王賞によって解散された。その後、天明2年、第18世の幾角の頃に、伽藍が整い、数多くの松寺を有して、流星を極めた。完成3年には、伝道区与党が建立されている。この党は、 無純和尚の徳をたいたて混流されたものである。そこには、門人のスーツ号21人と記されており、当時の流星ぶりがうかがい知れる。山道を登り詰めれば、正面に巨大な石像の不動明王が放安されている。左に入ったところに入りもや造り、河原吹きの本堂があり、ご本尊である不動明王が安置されている。境内には8メートルの高さのボタンカンのんぞ闇に、 四国霊場もある。長光寺は花の寺としても知られており、4月から5月頃には、ボタン五千株などが咲く。その花に魅せられて参拝に来る人々は数万人にも及ぶと言われる。ボタン以外にも、梅、桜、シャクナゲ、ツ,ツジアジサイなどが見られ、年間を通じて花の絶えることがない寺である。長光寺は、 葛飾万道館の霊場の番外札所である。ご栄華は、何事も、尾崎の寺の完全御太の無姿ぞ美しきかな葛飾万道館の霊場では、各寺院にご栄華があり、参拝時にご栄華を唱えることは、教門読書と同じ苦読があるとされる。鈴木印刷所制作、印刷、製本、葛飾万道札所巡り公認ガイドブック葛飾 万道観音語会長平成26年66ページ鈴木印刷書制作印刷製本葛飾万道札書巡り公認ガイドブック葛飾万道観音語会長平成26年11ページありがとうございます